はい、どうも、松田です。PUBG モバイル、今回もやっていきたいんですけれども、今回は FPS、Twitter どこ見ても90fps、90fps、90fps、90fps! はい。まあ、知ってる人も多いと思いますが、知らない人のためにも、今回は基礎から丁寧に解説してみたいと思います。何が影響するのか、今現在どういったことが起こっているのか、この動画を見ると分かっていただけると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。そもそも動画は静止画をパラパラ見せることによって動きを見せています。そして1秒間に何枚の静止画を見せるかというのが FPS です。今背景に流れている練習の風景を 1fps 1秒間に1枚の静止画で再生するとこんな感じになります。全然戦えないですよね、これでは。で、この FPS の数字が大きくなればなるほど滑らかな動きになります。一般的なビデオカメラなどは 30fps が多いですし、動きの激しいゲームなどは 60fps などが多いです。そして PUBG モバイルではフレームレート極限が 60fps に当たります。そして今回 iPad Pro や高性能端末に新たに 90fps が追加されました。1秒間に90枚の映像が流れますので、めちゃめちゃ滑らかということになりますよね。でもなぜ今回 90fps が追加された端末とされなかった端末があるのでしょうか。今回 90fps が iPad Pro しか出ないっていう話なんですけれども、そもそもこの本体自体が 90fps 以上に対応しないと、いくらアプリが 90fps のスピードで処理しても画面上に現れないんですね。もしこの iPad 自体が1秒間に60回しか表示できない能力であれば、いくらアプリが 90fps の処理をしてても画面上に現れるのは 60fps ですので、意味がないということになります。ですので、そもそも本体が 90fps 以上に対応してないと、アプリが 90fps 出しても意味がないということになります。で、iPad や iPhone、どれぐらいのレートで画面書き換えてるんでしょうかってことなんですけども、iOS の設定のアクセシビリティの動作、この中に、ここ、フレームレートを制御っていう項目があるんですけども、ここ説明読むと、フレームレートの最大値を毎秒60フレームに設定しますって書いてあるんですけども、これどういうことかっていうと、この本体は 60fps 以上出るんですけど、いろいろバッテリー消費とか、いろいろな処理能力のことを考えて、60フレームまで落としますよっていう設定なんですね。ですので、こいつ自体は、多分ざっと調べた感覚ですと 120fps までいける感じですね。ですので本来いつも120まで限界いくんですけども、それを60に落としますよっていう設定がついてます。なのでこの設定がない iOS の、本体、それはそもそも 90fps のアプリを動かしても意味がないので、そもそも設定が出てこないっていうことだと思います。ですので現状 90fps が選べる機種と選べない機種っていうのは、本体が 90fps に対応してるかっていうことで、しかもそれはここの項目で分かりますっていう感じですね。ここまでは大丈夫でしょうか。例えば松田の持ってる iPhone 11 Pro はおそらく 60fps 固定なんでしょうね。ですのでここにフレームレートを制御っていう項目がありません。FPS が高いと滑らかに動くというのはお分かりいただけたと思うんですけれども、なぜ今回 90fps がそんなに騒がれているかというと、本来 60fps も 90fps も1秒間に表示される静止画の数が違うだけで、動きの速さ自体は変わらないはずなんですよね。ところが今回銃の発射レート、連射速度ですね、それが 90fps にすると速くなるんじゃないかっていう話なんです。もしそれが本当だとすれば、 90fps の端末で戦った方が絶対に有利ですので、かなりえぐいことになってしまいますね。実際はどうなんでしょうか、こちらをご覧ください。それではまず連射速度が本当に上がったのか、そちらを検証してみたいと思います。画面左側が 60fps、 画面右側が 90fps、 同時に撃ち始めます。40発撃ち終わるのに 90fps の方が約 0.5 秒早く撃ち終わりました。弾数にして約3発分ぐらいですね。そしてこの実験を何回かやったんですけれども、どう見ても 90fps の方が反動も小さいんですよね。撃ち終わった時の位置が低い。いや、発射レートだけならまだしも反動までってなるとえぐいですよね。それでは 60fps の敵目線から見たらどのように見えるのでしょうか。はい、敵目線から見てもやはり 90fps の方が早く撃ち終わってるんですが、気づきましたでしょうか。両方の銃声を再生してるんですが、銃声がずれてこないんですよね。一つの銃声のように聞こえますので、銃声に注意してもう一度ご覧ください。
先ほどの自分の銃声は撃つ速さとともにどんどんずれてきたんですけれども、敵の銃声は 60fps で撃ってきても 90fps で撃ってきても全く同じ銃声がしました。これはどういうことかというと、銃声で相手が 90fps か判別できないということですね。実際に何が起こっているかというと、何発弾を撃ったかは関係なく、射撃ボタンを押している間は M416 の銃声が鳴り続けるということが起こっているんですね。ですので 90fps の銃声の銃弾の数を数えてみると36発音が鳴ってるんですね。36発の音が鳴ってる間に40発撃ち切ってるって感じです。逆にたまたまかもしれませんが、 M416 60fps で40発撃った時41発銃声が鳴っていました。ということで、武器の種類によっては銃声の割に体力がかなり削られるなんていうことも起こり得る可能性を感じました。今回一番よく使われるであろう M416 で実験しましたけれども、武器ごとにこの発射レートの違いっていうのは多少差があるようです。それではこの発射レートの差はキル速に影響してくるんでしょうか。実験してみました。まずは撃つ方の視点からですね。ちょっと早すぎるのでスローで見てみましょう。はい、わずかですが 90fps の方がキル速速いですね。それでは敵目線からはどうでしょうか。はい、これもスローで見てみましょう。わずかですが 90fps の方がキル速速いですね。ということで、発射レートの違いはキル速速に影響するということが分かりました。はい、今回 90fps を使うことによって戦いが有利になるという結論が出てしまったんですけれども、もともと 60fps で全然問題なく遊べていたので、あえて不公平感の出る 90fps を出す意味がちょっとわからないですよね。もし 90fps を出すんであれば、発射レートの問題を解決してからしっかりとリリースしてもらいたいと思います。本当これはバグだと信じて修正を待ちたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter のフォローもよろしくお願いします。抹茶でした。それでは。